大井畑役よけ、八幡田宮とは、兵庫県神戸市須磨区大野のあざ宮脇に鎮座する神社。通称、大井畑役人。日本最古の役よけの列。王神天皇、役よけ、開運、交通安全、病気平優、俗日本気に、公認天皇の神語慶運4年、機内10カ所に益心を祀って益心払いを行わせた。と記されており、 摂津と張馬の国境もその一つである。安元年間、この地に岩清水、八幡宮を勘定し、神社を創建したことに始まる。摂津と張馬の国境に位置しており、機内を薬剤から守る意味合いがある。このような由緒が伝わっていたため、薬よけの霊言があるとされた。江戸時代には歴代菓子藩主の数形が扱ったと伝わる。 現在の兵庫県神戸市須磨に配慮された、有原の雪平や、一の谷の合戦の際には、源の義経が祈願したと言われており、日本最古の薬除けの霊地と伝えられている神戸の薬人さん。拝殿の左側より階段を上ったところにある。奈良時代に、薬病を沈める儀式をした跡地。ここに張ってある水に雛形を浮かべると、役や災いを乗け、汚れを払える。 人の形の紙に名前と数え年を記入し、拝殿の西側の階段を上がる。液心サイズ化というところに水が張ってあり、そこに浮かべると役や災いをのける。古くは平安時代に宮廷や貴族の間で御名詞によってこの行事が行われた。今日一般には紙で人型を作り本人の代わりとして、これに災い、汚れを移し身代わりとして、 水に流す。つまり身代わりになる人がだ。初捕虜は500円。おまけ付き毎日取り行っており、朝9時から夕方16時半の受付。ご祈祷後に授与される、鉄線の内容は、大井畑役人の役受け5冊、肌守り、し文字、じ、文好みを初捕虜7000円最近良くないことが続く時や役年の時など。 お初捕虜1万円新車を買った時や事故などが気になる時など、社務所の前に車をつける必要あり、交通安全のお守り付き、お初捕虜1万円かぐら鈴と赤か青のお守り付き、神戸市営地下鉄明谷駅、明宝寺駅、または JR スマ駅よりバスで大井畑役人停留所下車、スマ観光協会スマの主な寺、神社、ありがとうございます。